場版ウマ娘に対するみんなの反応。劇場版ウマ娘とか、何やんだよ。ドトーちゃんの宝塚にあり、ウマ娘たちが巨大ロボに乗って、宇宙を駆ける、殴り合いをする。ライスシャワーその後、アニメ放送分のバンク使って、全然違う内容の話。劇場版と言ったら、派手なバトルだろ、つまりウマネスト2だ。TTG とマルゼンスキーの時代、劇場版はエピソード0って、相場が決まってるだろ？そりゃ黄金予定でしょ。劇場版ウマネスト、カミングスーン。シングレオ、劇場版3部作でいいじゃん。シンデレラグレイ、1、ターフの鼓動愛、シンデレラグレイ、2、愛戦士たち、シンデレラグレイ、3、逆襲のオグリ。オグリ、ターフが持たん時が来てるんだ。ルドルフ、エゴだよそれは。シングレアニメか、早くしないかな、タマちゃんが見たい、いや、タマちゃんのとこまで進まないか。ウマ4劇場版。劇場版ウマ娘の舞台は、宇宙だぞ。謎の惑星から侵略してきたウマ娘たちとの、壮絶なレースが繰り広げられる。割とガチでありそうで困る。ダンシングブレイブ率いる、ラムタラ、モンジュー、トレブ、フランケル、ドバイミレニアムたちと、東京で勝負か。カフェがお友達と同化して、完全体セルを倒すシーンは、泣いたなぁ。ウマ娘をサラブレッド化して、ゲームにしてはどうだろう？タズナさんの話でしょ。そらお前、トレセン学園廃校を目論む、新たな敵が現れるんだよ。キリュウイン葵を、処刑せよ。無限パクパク編。うまいですわ、うまいですわ。フードファイトなら、一服やウマ読んでやったけど、あれを2時間やるのか。なお相手はオグリ。一流のウマ娘でしょ。ステイゴールド希望。まともにやったら、何話必要になるかわからん。長編はダイジェストや、回想録みたいにまとめて、締まりのある作りにしてほしいんだわ。なんだったら、3部作でも良いぞ。アニメ一区期を、一区本2時間半の3部作で、ダイジェストに。新ウマ娘を混ぜた、サマードリームトロフィー編。北ちゃん、里ちゃんの走りを、アニメで見てみたい。笑顔を見せてからの、優勢トップランの激勝。ウマ娘たちが巨大ロボに乗って、宇宙を駆ける、殴り合いをする、ウマ娘ゼノグラシアかな？鈴鹿さんの胸が、それ、ロボット側に、トレーナーが封印されてることになりそうですね。そらゴルシの話よ、必死に走っても届かない、有馬記念で、エンド。お、このゴールドシップ様を呼んだか？予選第56宝塚丸の謎の沈没から始まる物語。やっぱり、ゴルシかもしんねえ。またじい様のゴルシか、今時そんなのおるもんかよ。おい昔からの言い伝えさバカにすっと、今におめたちウマ娘っ子を、ゴルシのバックダンサーにしなきゃなんねえぞ。ルドルフ七冠の道のり、備前錦とカツラギエースが見たいだけですが、美保新山も出して、天下統一の過程をぜひ。三丁目の夕日とか、あんな感じにノスタルジー溢れる、玉も一家の日常が見たくてな。アプリのメインストーリーを劇場アニメにしよう。アプリのメインストーリーの、どれか一章分を、ダイジェスト抜きで再編集したやつ。アニメ版ライスを、作ってやってくれ。アニメで、ハルテンでマックを破った後の場面から、ライス視点でやる。どん底の低迷を執拗に変えて、再びハルテンでの復活。ラストはウマ娘や観客たちからの祝福の中、宝塚で白い光の中に消えてゆくライスで締め。ライスシャワー物語が、中盤からまさにそんな感じだったな。アニメ版ライスは、綺麗に締められてたやろ。ハルテンでワンバンクやしかったはずの、マックイーンやパーマに祝福されて、今度は最終回で泣きながらも、帝王を祝福する立場になったんや。それはそれとして、あの後のライスも見たい。怪我で実家に帰ってきた後の、束の間の平和な日々、復帰後のハルテン2回目、宝塚とその後、全盛期を過ぎたライスの、泥臭い奮闘を見たいんじゃ。金色予定は、大河ドラマじゃないと、尺が足りない。たった一人の最終決戦、トレセンギリギリ、ぶっちぎりのすごい球、有権爆発、オグリクロスがやらねば、誰がやる。オペラ王でしょ。それは3期でやってほしいなぁ。クラシック登録の、一悶着から始まって、菊花賞の作戦ミスで、トレーナーがぶっ叩かれて、有馬の敗戦で、来年一家でも負けたら、トレーナーを降りてもらう、と通告されてからの、翌年の有馬までをやったら面白そう。ええやん、いっそのこと実写版で、和田裕二主演のドキュメンタリーにしよう。オペラ王はむしろ、漫画でじっくりやってほしい。にクール取れるなら、アニメもありだけど。
ウォッカと、ダイワスカーレット。まずブエナビスタ主人公、ボス枠にウォッカでアニメをやってから、その後にウォッカの過去編として、ウォッカダスカやってほしい。東海帝王の、ジャパンカップ。過去から現代にタイムスリップした、最強の馬娘、エクリプスさんとの、壮絶な戦いでもいいんですよ。会長がいきなり大差で負けて、絶望的な展開から始まるとか。こういう話題の時の、会長がかませにされる率は異常。ドラマになるのって、あと知ってるのは、オフサイドトラップかな。三独権限になっても、G1 を勝ち取った。なお、勝った G1 が、サイレンス鈴鹿の沈黙の日曜日だったので、存在を消された。あの天皇賞は、バレー以外負ける要素がなかった。稀な例だと思うけど、ダビスタから入って、サイレンス鈴鹿より先に、オフサイドトラップ知ったから、ダビスタだと引退させられる年でも、G1 走って勝てるんだ。って素直に感心したし、すごいと思ったわ。劇場版の話になると、いつも言ってるけど、ライアンやってほしい。ライアンか、いいね。メジロのお祖母様から期待されるも、クラシック期は、白体制、アイネス、マックに敗れ、今度こそと思ったアリマでは、オグリキャップの奇跡を、誰よりも間近で見ることになり、じわじわとメンタルを追い詰められながらも、必死にもがいて、宝塚制覇するストーリーとか、面白そう。プリキュアみたいに、ウマ娘総出演で、画面いっぱいに数十人が詰まってるのが見たい。50頭立てくらいで、レース仕様や。戦前のダービーかよ。プリキュアは参考になりそうだな、エンディングに、なぜかライブもするし。赤と青のメガネをかけて、飛び出てくるゴルシのドロップキックみたい。水木奈々演じるの、新ウマ娘が主役で、タイトルは花の都で凱旋門賞。ですか？そういや心つかむ声優誰もおらんな。というか、プリキュア声優自体少ないけど。若手が多いからこれからなるって人が出てくるかもしれんね。気乗り終えたぞ。ウマーウォーズかな？星雲、スカイウォーカーが主役。劇場版と言ったら、オグリと玉のフュージョンやろな。オグリキャップと玉もクロスが合体して、ギラギラ笑顔ってとこかな。自分のボロの匂い嗅いで、発狂を繰り返してるオルフェーブルが、マスクと出会い、ループから抜け出す話にしよう。イメージ壊れるよ。アニメ時空になるが、リギル結成秘話とかは興味ある。会長とお花さんの、二人から始まるとかで。マルゼンスキー。アプリの設定と共通なら、お花さんは会長が入った時は、まだサブトレだったんじゃないかなとか思う。劇場版、ウマ娘プリティダービー、待ちかね福来たるを処刑せよ。ルドルフと帝王の、親子ジャパンカップ制覇。会長の七冠がいいな、同時上映、スピカの夏休み。これまで通り史実なぞるなら、サニブの皐月賞から、ダービー。ウマキュアオールスターズ。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白ウマ娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。